ワクワク感はあるよね、この作品から。なんか掴めないなぁ、ダザイは。でも多分スイッチ入るとめっちゃかっこいいんだろうなぁ。やばくないほんとにほ当とにやばくないあ、はいどうも アニメリアクターの大前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうかなというふうに思います。今回見ていくのは文豪ストレイドックス第2話見ていこうと思います。はい。というわけで、俺が見たいんじゃないシリーズ引き続きこう見ているわけなんですけれども、ブンスト見ていこうと思います。まあ本当にね、なんか人気な作品だよっていうのはすごいわかるくらいわかりやすくてめちゃめちゃ見てる側もストレスフリーで見てられるっていう、すごいなんかこう、現代の文豪だったり、現代の文豪じゃないけど、今存在する文豪とこの 創作をうまいこと折り合いをつけて混ぜ合わせることで絶妙に物語に入りやすくしてるというなかなか仕込まれた作品だなっていうふうに思ってますがまあ文豪はねあんまり詳しくないんだけどこれからも楽しく見させていただきますということで一緒に楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょう文豪ストレイドックス第2話よーいアクションそれでは見ていきましょうよーいスタート 畳の匂いさあ寝て起きてというような感じでなんか武装探偵者に入るってとこで終わったんだよね異能力を持っててなんかすごい外が騒がしいけど大丈夫かなうん あ、<laughs> そうだ。右手の、あれ見て失神したんだな。右手も戻ってるというわけだ。月の日限定なのかな ちょっと外で寝てたんだね。クイッシャー。あ携帯だ。あ <laughs> は携帯の使い方がわからない。あははダサい。髪型いけてるな。量なんだね。 <laughs> そうなんだ。おー。なんか女の子みたいなボディーラインしてるな。おあ、そうだ、立てこもりが起きたって言ったね。な <laughs> んかわいいなあ、あつし ふざけてるようにしか聞こえないぞ。ダザイがそんなこと言ってると。だいぶチャランポランだってことに気づいたからな。閉めるところは閉めるにしろ。ここで、この、降りてくダザイめっちゃイケメン。文庫、ストレイドックス。ストレイドックスってどういう意味なんだろうストレイキャットとか、あれは言ってたけど。キラヨシカゲとかは。 いや、なんかセンスあるなぁ、本当に。この作者は。なんか、かっこよく映すというかさ、かっこいいカットを作ったりとかするセンスがすごいあると思う。かっこいいとか綺麗のレパートリーが非常に多いんだろうなで、こいつ気になる、こいつ黒いの。で、この金髪も可愛い金髪女の子も可愛い何なんだろうな おお、よさのあきこ。君しにたまうことなからだもんな。かたこいいスタイリッシュだなオー。プニングがなんかねサイー。パスを見始めた時のたたー。たたー。たたー。たたのたたかたたー。た さあ。おー、かっこいい。白 <laughs> 後ろ見ろ。お。何してんのダサい <laughs> え足が二つあるけど。あ、こうやってはまってんのか。釜茹で <laughs> <laughs> ごめんなさい鼻をちょっと足長くねうわ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 痛そう痛そう痛そう <laughs> 抜け出せないでしょ足長 <laughs> そうね自殺は好きってなんだ <laughs> 拷問党だったのか拷問だろうなおー助けてもらってなんか太宰の制御がなきゃまた力暴走しちゃいそうだよね淳 <laughs> か可愛い,いなお前は。 おいの、武装探偵団にスカウト。ある種、あの黒いのは、ホームズとモリアーティ的な立ち位置なのかなああああ,あ。うん。<laughs> 本当だよな。 死にたいみたいだからなあなたが一番いびつだぞ <laughs> そうだね。 へえそういうことなんだうんまあそうねハルクに近いよな暴走して大暴れっていう。 どうするのうん何お絶対適当だろ絶対絶対罠だろこれ <laughs> 国北じゃないだろうな なんだろうおう、試験。おう、読み書きは おぉあははは国木田が出てきたぞ。包帯無駄遣い装置。あはは傷ついたんだ。えなんであはは何したの どういう状況 <laughs> なんで <laughs> 迷惑しかかけてないやん。<laughs> そういう話じゃないぞ。なんか掴めないなぁ、太宰は。でも多分、スイッチ入るとめっちゃかっこいいんだろうなぁ。 おお。なんで爆弾マン。なんでうん。 社長うんなんだ人質も取ってる <laughs> なんであそうなんだ。 いいああそうだな人質がいたらやばいなあみちゃんあそうなのかわいそうどうすんのよ えあ太宰が社長じゃないんだおなんだまさかの投稿おどっちが解決するかってことか 闇ない能力。<laughs> なんだ。あ何が目的なんだ。ああ。 あー、なるほどね。そうなると <laughs> あ。あつしが。え <laughs>。悪い顔 <laughs>。うん。あれ。 どういった。お。うん。オッケ,ケー、オッケー。画面人間の演技。<laughs> あ、なんだ。あ。え、なに。<laughs> すごい格好だな。えー、できなきゃいけないよっていう圧だな、それは。<laughs> 怖い <laughs>。ああ。 積 <laughs> みかけている見切り発ははあ<笑>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  聞く一言だな。なんか国木田もなんかちょっと呆れてるな。<laughs> 爆弾魔も汗をかいてドン引き。 なんかめんどくさいやつに捕まったははは、<laughs> 演技を超えたね。そうね。演技ではないだろうな。すで <laughs> に新聞配達の設定を忘れて、あ、あおドッポ金閣なんだなんだどういう能力えワイヤーガン あ、呼び込む能力書いたものお <laughs> 決死の説得というかドン引きだったな犯人も。 <laughs> そうね。<laughs> なるほど <laughs> めちゃめちゃ煽るじゃん。<laughs> お前かわいいな。はははは国木だ、意外とかわいいやつだな。お、やばい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 。お、取られちゃったじゃん。え、やば押すよ。あ三30秒。どうする 何を追いかばされるるあなええどうしたの何する気えやばくほんとにやばくない あれ岩西事務所みたいになったかと思ったのに。お何谷崎えあ、グルー試験ってことあははおっ が川さん谷崎潤一郎って知ってるぞ細雪その妹直美 <laughs> あーあーあードブラコンああ <laughs> <れ>はあああああああ 武装探偵社のお社長だ武装探偵社社長誰名前は福沢諭吉人の目に人は作らず ああ、なるほどね。お。おー。どういうこと。一番強いと思ってんのか。 おお入社するべきかし,しないべきか任せられんのか武装探偵者へようこそ。あははは圧制されてしまった。別に。 質はあるってこと春のきらこお茶柱が<笑>おう笑わずに茶をずすり。 まあ、そうだな。<laughs> 言い方。<laughs> そうだった。ええ。もう。 道はそれしか残ってない。おおー、いいな、い,いいな、いいな、僕、おみがわさん、おみがわさんだよね。おみがわさん好きだから、いいな。直美ちゃんも可愛くていいな。ああいう、あの、脳が溶けてるキャラ好きだよ。<laughs> 愛に溢れすぎて。さあ。いやー、でもすごいな。自分で被さるとはな。 いや、いいな、なんか、徐々に徐々に話が進んでいくというかさ、どん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 世界がこうググググググっと広がっていってるのが、すげえ気になりますね、これから先が。あ,まあ、あなたの、あなたが、 でさあ、どうなるかだな気になるなあ,あの敵とのこの関わりも気になるわけなんだよ。どうなっていくかだなマジで。わからんなぁ、アツシは。まあ、多分、ここら辺は多分、6話ぐらいまでは多分黒幕は出てこないと思うんだよね。だからすごい気になりますね、この先が。なんだ ?C だ。お、出てきた ジンなんだかわいいこの金髪の人。顔見えないけど。横浜ギャングスターパラダイス。なるほどそんなとこあってたまるから <laughs> 横浜ギャングスターパラダイスそんなとこあってたまるか本当に。ギャングスターの楽園とかも最悪じゃねえか はい。というわけで見終わったわけなんだけど、いやーすごい面白いなーこれ。どうなっていくんだろう。まあ、全体的にやっぱり作画が綺麗で、なんか癖のない感じがめちゃめちゃいいですね。うん。まあ、人によっては癖を感じたりとかするんだろうけど、こうちょっとね、簡単作画になったりとかして、なんかちょっとギャグ調で話が進みつつも、アツシがこう巻き込まれながら、この武装探偵者の仕事をやっていくっていうような感じなんだろうけど、いやー気になるなー最後に出てきたからなあれ。でもあの黒い、あの黒装束の人は、多分、 もっと先なんだろうなと思うんだよね。6話ぐらいで、なんか存在がほのめかされるんじゃないかなというふうに思ってはいるわけですけれどもね。いやー、でも今回よかった。谷崎十一郎は聞いたことあるぞ。うん。で、福沢諭吉も出てきたしね。福沢諭吉ってすごいな。いいね。天は人の目に人を作らず。おー、なんか、なんか、俺、なんだろう。どんな能力なんだろうね。 いやーいいなめちゃめちゃいいななんかこのね、作が結構好きっすね。なんかすごい、あつとかすごい可愛らしくていいなっていう風に思います。なんかこうさ、爆弾を抱えてこう、ぐっとこう、うずくまるところとかさ、なんかすごい、わって緊迫してみたけど、改めてこう、絵だけをパッと見ると、なんかすごい可愛くコミカルに描かれてて、ただ、状況は緊迫しているっていう、そのシリアス感とこのコメディタッチが、いい感じになんかマッチしてるんですよね。すごいいいなっていう風に思う。うん。 ま、何にしろね、イケメン美女だらけでね、目が回復しますね。視力上がるわ、本当に。視力がね、もう上がりますね。本当に。ケニア人ぐらい視力が良くなる気がする、これ見てたら。うん。もう、どこまでも見通せる気がする、本当に。イケメンパラダイスすぎる。横浜ギャングスターパラダイスではなくえ、横浜イケメンパラダイスなんではなかろうかというふうに思ってしまうくらいですね。はーい。 いや、いいな。でもなんか、アツシくんもね、もうなんか、本当は武装探偵者なんていう武装な仕事は無理だっていうふうに言ってたけど、なんかやっぱり結局のところ巻き込まれる形になってこう、入っていくっていう感じだからね。<laughs> どういうふうに仕事していくのか楽しみですね。なんか成長が見てみたよね。まだやっぱり個人をこう追い出されて、わけもわからず生きてきたばっかりだから、あんまり世間のこと知らなかったり、こう、携帯とかさ、どうす、どうやって出んだ、どうやって出んだってやったりとかさ、そういう可愛いところが多くなるけど、どん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 成長して、いろんな 物を吸収していって、なんかこう成長した姿みたいなのも見ていきたいなっていう風に思いますので、これから先が楽しみですね。はい、そんな感じでこれからも楽しんで見ていこうかなという風うに思います。はい、まあそんな感じで今回はこんな感じで終わろうと思うんですけど、なんかコメントあればください。はつ淳可愛いとか。なんかこう？あのー、太宰先生かっこいいとか。福沢諭吉さんとかね。 谷崎十一郎とか、あのー、妹もいいね。あの、おみがわさんのね、なんか脳が溶けてる人の役はね、すごいいいなっていう風に思う。あの、おみがわさんも脳が溶ける声してるからな。うん、すごいいいですね、本当に。なんかこれからが楽しみな回でしたね。はい、まあそんな感じで今回終わろうと思います。以上、え文、ー、豪ストレイドックス第2話でした。バイバイ。